次はウーキーのマモー。それではご報告いたします。実は僕たちには今から100年後の2114年にも僕らみたいなミュージシャン仲間がいるんですが、今度みんなで彼らに会いに行く約束をしました。先ほど彼らとタイムテレフォンで電話をしていたところ、今せっかく2014年にいるんだったら、そっちの時代の曲を何か未来へ持ってきて僕らに聴かせてくれないかなと頼まれました。そこで今日ここにお集まりいただいた2014年の皆さんと一緒にですね、未来へ持っていく音楽をこれから作っていこうと思います。さあ皆さんと一緒に楽しい音楽を作っていきましょう。
ぱい出ましたね。皆さん今日は楽しい時間をありがとうございました。さて私たちはそもそもまた新たな時代へ旅立とうと思います。またいつかお会いしましょう。それではみんなありがとうございます。